暮らしなかなさん、35歳、推定 G カップ、妹3人、弟1人の5人兄弟。両親が離婚し、父親が不在となり、生活費のために高校時代はアルバイトを3つ掛け持ちしていました。高校3年生の時に、ソニーミュージックのオーディションを受けてグランプリを獲得。このオーディションを選んだ理由として、大企業だから潰れる心配がなかったと語っています。18歳の時に、ミスマガジン2006でグランプリ受賞。22歳の時に NHK の朝ドラ、ウェルカメでヒロイン役を務めます。なお、かなりの酒豪なようで、撮影中はずっと泡盛を飲んでいたそう。多忙な撮影が終わるとさらに飲む量は増え、一時期は泡盛1升近く開けたり、マッコリを2リットル飲んだことも。そんなに飲んで大丈夫なの？倉科さん曰く、いや、でもセリフも覚えやすかったですし、笑とのことです。23歳から5年間起用された、長屋梅ほのりでは、猫耳の倉科さんが可愛すぎると話題に。2022年には、読売演劇大賞を受賞。ドラマで走るたびに、揺れてる、とついつい呼ほうほしてしまいますが、真摯な演技をする彼女を綺麗な心で応援しましょうね。終わり。